SNS を見る時間を決めてますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカッチです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは育児に疲れたあなたへ罪悪感を感じずに賢く手を抜く方法です、ねまあ、とにかく家事に育児に頑張りすぎのお母さんが まあ、お父さんがね、えー、ストレスを溜め込まずに少しでも心に余裕ができればええなって、そんな思いでこの動画を撮っています。まあ、動画っていうか、まあ、ラジオなんですけどもね。まあ、あれもやってあげたいって、これもやってあげたいって思うでしょ思うでしょだって今こうやってね、絵本を読み聞かせしてあげないと、公園で遊ばせてあげないと、後で後悔しちゃうんじゃないかって。 ね、えー、靴を揃えるであったり、箸の持ち方であったり、えー、学習習慣であったり、今この年代でこの子に教えてあげたいこと、教えられることは全部教えてあげたい。そうしないと、後で何か問題があったとき、困ったときに、なんであの時教えてあげへんかったんやって、なんであの時ちゃんとしつけをさせてあげへんかったんや,んやとかね、後悔したくないんですよ。罪悪感を持ちたくないんですよ。だから、手を抜きたくても、抜けない。 そういういことはありませんか家事も育児も全て100%今この時期にやってあげたいことがあるそれをやらないと後悔をするそのような思いもあるかもしれません今回はそのような罪悪感を持たずに賢く手,の手を抜く方法を 厳選して20個紹介したいと思います。これはね、もう僕が考えたアイデアというよりも、まあいろんな方とね、セッションしたり、インスタライブをしながら、アイデアをね、募集して、 えー、これいいなって思った方法。でこれを提案したときにあ、それ良かったよって言われたことを厳選して20個まとめてます。だから全部お価値が考えたっていうことよりも、えー、僕、ちなみにインスタグラムのフォロワーさんが今、5万8000人いるんですけど、その方に聞いたりとか、えー、これまでセッションも 大体毎月10件ぐらいやってるんですけどもその中で、えー、ストレスを感じずに子育てをする方法という形で、ねえー、親御さんから聞いた方法であったり提案した方法の中でね厳選して20個紹介させていただきます何か一つでもこれできそうとかあこれやったら、あのー、ちょっと楽になるかもみたいなところをね見つけていただいて実践していただいて少しでも心にゆとりができたらえなって思います この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。あとね、えー、今回紹介しているような緩める子育て、その緩める子育ては実際本にもなりました。 この7月にね、2023年7月に発売させていただきました。概要欄に、えー、本の案内もありますので、そちらもチェックしてみてください。あとね、公式 LINE もやってます。公式 LINE でも、えー、有料動画を26本厳選してね、ギュッギュッギュッって凝縮した有料動画の一部を、えー、26本を配信してます。受け取れますので、公式、公式 LINE ね、えー、何だっけ、概要欄から受け取ってください。はい。 ということで、久しぶりの、えー、収録なので、ちょっとね、緊張してますよ。ちょっと緊張してますよ。4日間空いただけやねんけどね。4日空いただけでもちょっと1時間話してね、ちょっとね、ドキドキするんですよ。まあね、緩くやっていきたいと思います。それではいきましょうか。子育てで賢く手を抜く方法。1 20分の1。物を少なくする。うーん、これすごく大事よね。これはね、 えー、おかちとゆうがちゃんが今心がけている低コストライフであったり、まあエッセンシャル思考っていう言葉もよく、よく聞かれると思うんですけどね。ミニマリストとかね。そういうところに通ず、通ずるようなね、考え方だと思います。つまり、物が多か、多ければ多いほど、そのものをケアするための 時間とエネルギーがかかるんですね、まあ、単純に消しゴムどこかなってこれ探すのにも時間かかってしまったりとかガチ探し物をするのにめっちゃ時間かかるんですよだから物を少なくしたいでだいぶね、えー、シンプルになってき,たきてはいるんだけど探し物をしてる時間ってあれもうほんま嫌じゃないですかあれストレスでもう苦痛なんですよあの時間がもう1分でもあればもう嫌なんですよだからもう決まった場所に置くって決めていたりそもそも物を少あの多く多く買わないっていうことを大事にしてます はい、でやっぱ物が多ければ多いほど先ほど言ったように、まあ、掃除しなあかんであったりケアしなあかんであったりね、えー、その物を維持するために物がなくなったらまたその物を揃えるとかあるでしょなので極力物を少なくする。うん、例ええばば分かりやすいところで言えば まあこれ当てはまるかどうかわかんないけどね。じゃあ、おかち、登山着は買ったんですけども、登山着買うときにね、えー、僕、山登り好きなんですよ、はい。すいません、山登り好きで、あの近くの山登りまくってるんですけど、で、その山登りするときにね、登山だけに使える服ではなくてね、これ、あのー、寝巻きにも使えて、あの、普段のアンダーワイヤーにも使えてっていう、その一石二鳥、三鳥、四鳥になるような観点で選んでるんですね。で、これでね、登山にしか使えないってなったら、また物が増えるわけじゃないですか。 でもこれ、登山にも使えて、普段着にも使えるってなると、別に物が増えていかないわけでしょで、そういうふうに、なんか一つのものでも、これいろんな場面で使えないかっていう発想を持つということ。ね。で、それが、その、なんだろう、一つの場面でしか使えないっていうのは極力買わないってことを <laughs> 大事にしてます。で、これはねこ、あのー、子供がね、おもちゃが欲しいって言った時にも、これはあ,あるご家庭で、えー、やられてた方,方針なんですけども、なんかお,おもちゃは、えー、5つまでって決めてるみたいで、 で、5つ家にあった時に、新しいおもちゃが欲しいってなったら、じゃあ何を捨てるかっていうのを決めさせるみたいなんですよ。で、何を捨てるかって決めてから、捨てるやつを決めて、それをまあメルカリで売るってことも含めてね。捨てるってのは手放すってことね。で、含めて子供に決めてもらってえ、そして新しいものを買う。じゃあおもちゃはね、5つ以上増えないんで、物が増えていかないでしょ。で、そういうふうに、えー、されてる方もいらっしゃいます。とにかく物を少なくする。 物、えー、を少なくするっていうのは、もう新しいものを買わないっていうことも大事やし、もう一つは、えー、今あるもので、手放していいものはどんどん手放していく。あの、コンマリさんのね、手放し術というか、あの、断捨離術というか、あの、片付き術があるわけでしょ。ああいうことも参考にしながら、もう引き出しのものを全部わってこの、バッと出してね、一回全部出してみて、ね、一つ一つ手に取ってみてね、これは自分がいるのかな、いらんのかなって。 で自分の心がときめくものを残していくって、の、こんまり流産あったでしょこんまりさんがやってたですね。ああいうのでもいいし、あのー、他にもいろんな片付け術あると思います。まあ、一番いいのはね、一回もうひた引き出しのるやつをも全部わって出して、机に出して、もういらないやつは捨てているやつだけ残していくっていうのでね、もうそれでもう、とにかくいらないものを捨てるってことと、新しいものを増やさない。増やすときには、えー、他のいろんな用途を考えながら増やすってことを大事にするってのもいいんじゃないかなって思います。 2つ目、20分の2。やらないことリストを作る。うーん、これはやっぱの自分の時間を生み出すっていうことで大事ですね。あのー、やっぱりね、えー、ピリピリすることはありませんイライラしたり。ね、なんかしんどいなとか、ストレス溜まってんなって。それってね、やっぱりね、時間がないっていうことも大きな原因なんですね。時間がない。もう時間が限られた時間しかないのに、その中で、あれもしなあかん、これもしなあかん。 買い物しなあかん、絵本読まさなあかんし、子供にお風呂入らせて、8時半までには寝かさなあかんとか、そ,のそもそもじ限られた時間、その時間が短い、これがね、今言ったタスク、絵本読ませてとか、お風呂入らせてとか、8時半に寝かすっていうのを、なんだろう、ものすごく余裕がある状態でできるんやったら、イライラしないし、ピリピリもしない。だけど、時間がない状態でそれをしなあかんから、えー、やっぱりこのゆとりがなくなっていくんですね。なので、根本的に時間を増やす。時間を増やすことは できないから今24時間何に時間を当ててるのかこの24時間をどこに分配するのかっていうのをもう一度見つめ直していくということ、ね、でその時に分かりやすいのがこれやねやらないことリストを作る。 うん、もう自分でなくてもいいこと。何なんだろうって。今、自分がやってることうわーって書いて、書いてね。その中で、あ、これ自分じゃなくてもいいわっていうことを減らしていくっていうのでもいいし、まあ、これはや,や,らやらんでもいいんちゃうって。例えばね、ね、えー、夜ご飯は全部手作りじゃなくても、一品は冷凍庫冷,冷凍庫冷,冷凍庫ちゃんの冷,冷蔵ご飯なんて言ったらいいあれ、インスタントでもいいんじゃないとか、冷凍ご飯でもいいんじゃないってとかね。そういうふうになんかこう、やらないこと全部手作りにしなければいけないではなくて、えー 全部手作りにするっていうことをやらないっていうことを決めるとかねそういうふうに何をやらないのかを決めることで、えー、自分の中の時間が増えていきます時間が増えていきそれはここにも書いてないかなな,なかったから言うけど要は過処分時間を増やすことになるんですね過処分時間っていうのは自分が自由に処理できる時間ですこの過処分時間を増やすことっていうのが自分のイライラ度と大きく関係してくるんですね過処分時間がない状況であれもしなあかんこれもしなあかんってなるとイライラするんですよ 完璧にできないから。自分に罰をつけてしまう。自分の理想通りにいかないときにイライラするわけで。理想通りにいかないってことは単純に時間がないってことも大きな原因の一つなんですね。そういう意味で、イライラしない。ピリピリしないためにも、時間を作る。時間ってのは可処分時間。何もしなくてもいい時間ですよ。自分が自由に決められる可処分な時間を作っていくってこと。そのためにやらないことリストを作って、えー、一つ一つ手放していく。できることが手放していく。おすすめです。 はい、子育てで賢く手を抜く方法3 20分の 3SNS を見る時間を決めるこれこれもやらないことリストに大,大きく大きくつながるんですけども、まあ、SNS によって知らず知らずの間に時間,が時,間時間を奪われてたり、ねえー、寝る前に SNS を読んでよ、えー、見てしまって、えー、なん夜更かししてしまってで逆にその夜に,ててに SNS を見てもてるからなんだろうその熟睡ができないということ があって、まあ、いわゆる睡眠の1時間前には SNS を見るということであったり、パソコンであったり、そういう電子機器から離れるというのは、えー、睡眠のためにすごくおすすめじゃないですか。ね、ブルーライトであったり、まあ、いろんな、ねえー、脳への影響ということでね。まあそう,う1時間前はなかなか難しいかもしれへんけれども、まあ、とにかく。 この時間とこの時間に SNS を見るって決めとくっていうのはいいですね。まあ、隙間時間に見るっていうのはいいかもしれんね。まあ、例えば、待ち時間とかでもいいかもしれんし、えー、じゃあ,あ、朝ご、晩ご飯の準備が終わって、コーヒーブレイクの時に飲むとか、ね、飲むじゃん見るとかね。だからそういうふうに、どの時、どのタイミングで見るとか、一日何時間見るとか、何分見るっていうのを決めておくっていうのもいいかもで。そのために、あれですよね、今どれぐらい見てるのかっていうチェックも必要ですね。 iPhone であればあるじゃないですか。あのなんスクリーンタイムから、えー、設定のとこを見ていただいたら、インスタで何分見てるとか、えー、Facebook 何分見てるっていうのが1日であたりでも週,で週あたりでも出てきます。それをまず現状把握した上で、じゃあ今1時間見てるから、えー、来週は30分にしようみたいな感じでね、ちょっとずつ減らしていくのもいいんじゃないかなと思います。SNS が。 皆さんの時間を大きく奪っていることもあると思うので、まあ、僕も結構これはあるんですけどね。僕はまあ1日3、4時間インスタと向き合ってるから、まあ、これはもう仕事の一環としてもあるんだけども、まあ、見すぎだろって思うこともあるので、え極力、あのー、見ないようにします1時間。1時間に1回5分見るぐらいにしてるんだけど、できてないな。自分で言っててできてないな。はい、反省です。はい、じゃあ次行きましょう。20分の4。 できないことを諦める、うんこ,れやねあのー、これはね子育てだけじゃなくて人生においても言えることなんですけど自世の中には自分がコントロールできることとコントロールできないことがあるんですねコントロールできないことに時間とエネルギーを奪われてしまったら本当にやるべきことであるコントロールできることに時間とエネルギーが注がれないいわゆるいろんなとこにエネルギーが分,、あのー、分散してしまうわけで一点に集中しないわけじゃないですか ね、なので、これは今の自分が考えても無駄だなって思うことであったりあ、これは自分には変えられることができないな。例えば、日本の経済の話であったりね、えー、近くのなあ家の近くのニュース,ニュースの問題であったりだろうな、えー、誰かの不倫をしたかしてないかとか,なんか、そういう話も含めてね、だからそれをどんだけ考えても無駄じゃないですか。自分にはコントロールできないことだから。ね、あ雨,雨が降っているかどうかとかね。 雨が降ってるって天気を晴れにすることはできないので、それをどう,どうこうしようと思っても無駄なんですね,ね。子供の気持ちってことも含めて、他人っていうのはコントロールできない。コントロールできないことをもう諦めるってこと。それよりも、ね子供えー、子供の気持ちはコントロールできへんけど、子供に何を言うのかはコントロールできる。自分で選びますよね。雨なことを晴れにすることはできへんけども、雨だから傘を持っていくことは自分でできる。 ね、自分が何ができるのかっていうこと、ね、今このような状況、このような問題が起こっている、ね、子供がかんを起こしていて、だんだが不機嫌だということであったり、ね、えー、なんか景気が悪いなとか、なんかこう学校行,行きたくないって言った、でも私、仕事があるからどうしようとかね、いろいろな事情であったり、いろいろな問題、トラブルが起こると思います。その中で、コントロールできないことにとらわれるんじゃなくて、今自分ができることは何なんだろうと。 自分ができることを見つけるってことにフォーカスする。できないこと、できないことにフォーカスすると、あのー、どん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 解決できないから。だんだん天気を晴れにすることできへんやん。雨の状態を晴れになそれ。そんなのと同じなんですよ。それを考えても無駄なんですよ。それよりも、今のこの状況の中で自分ができることは何なんだろうって見つけて、それを作戦をやってできることからやっていく。うん、それが 自分の時間を有効活用するいわゆる賢く手を抜く方法なんじゃないかなとあので,できないことを考えてもそれはあの時間の無駄なんですね時間の無駄だからこそそういう無駄なことではなくて自分ができることを見つけて、えー、それを実行するっていうのがいいんじゃないかなと思います。 それでは5、分の忘れ物を届けない。めっちゃ具体的やな。うん、どうでしょうあの水筒忘れてきたとか、傘忘れてきたとか、えー、プリント忘れてきたとか、いろいろとあるんじゃないですか宿題のね、宿題せっかく朝やってたのに、これ計算ドリル、このリビングに忘れてるよとかね、弁当忘れてたとか、いろいろな、ね、忘れ物があると思いますあ。僕はめっちゃしてたから、僕はめっちゃありましたよ。うん、でその時に、 届けないってことこれ忘れ物を届けていくと、まあ、その分時間もエネルギーも取られるわけじゃないですか。で忘れ物を届けないってことはメリットがあってやっぱりね、えー、言って聞かせることよりも体験で気づかせる方がやっぱりあの学びになるんですね。 もちろん、弁当を忘れることで、その一日お腹空いたっていう体験をするかもしれない。子供からしたら悲しい思いだし、困った体験かもしれない。そういうふうに困らせたくないから、弁当を届けたいって気持ちもわかるし、一生懸命作ったのに食べてほしいっていう気持ちもわかります。わかるんだけれども、でも忘れ物をなくすっていう観点。 忘れ物をちゃんと反省して、忘れ物をしないように、ねえー、自分の行動を振り返ってもらうってうことを考えたときに、それを届けてたら、やっぱり反省しないんですね。反省しないから、自分自身で宿題を忘れて先生に怒られるという体験であったり、弁当を忘れてお腹が空いて、えー、ちょっと大好きなドッジボールができなかったとかいう体験であったりね、そういうのを体験させることも大事なんじゃないかなと思います。なので、忘れ物を届けないっていこと、どうでしょう できそうでしょうか。それでは、次、行きましょうか。二十分の六ルールを決める、うん。これはいいですね。まあ、家族会議を招集するっていうのもいいよね。家族会議をして、子供も読んで。 なんかね、あの家族全員が、えー、居心地がいい環境を作るためにはどうしたらいいんだろうとかね、おもちゃをどこに置くとか、ゲームを何時までするとか、まあ、ギターをやってるんやったら子供がね、えー、何時までなら OK とかね、そういう、なんだろう、今ね、えー、何か問題,に起こ問題になっているようなことを話し合うこと、話し合うそういう会議。 の場をを作ってね、えー、お互いいが納得できるるよううなルールー決めるということこれ、納得っていうのはすごく大事なんですね。えー、なんとなく、そのそうするもんなんだよって子供に押し付けるんじゃなくて、例えば、ゲームは1日2時間だよっていうことに,、ねえー、ことに関しても、なぜ2時間がいいのかっていうことであったり、えー、なぜゲームをなずっとやり続けたあかんのかっていうことをちゃんと伝えた上でね。 でその上で何時間にするかっていうのはお子供が納得するってこと。これ納得っていうのがすごく大事なんですね。無理やりあの決めさせられるじゃなくて納得するルールを決めるということ。こうやって、えー、何か問題があった時とか価値観がぶつかった時に対話で解決するっていうことをね、対話によって、えー、解決できるんだと。 いうことを、えー、ちっちゃいうちから子供に教えること、見せてあげることってすごく大事やなと思ってて、これで、なんだろう、どうせ言っても無駄だなとか、どうせ、ここであれやりたい、これやりたいとか、私が意見しても、親の意見が通るんだろうなって思っているとね、もう何も言わなくなるんですよ。何も言わずに、勝手に反発するだけになってしまうんで、反発して分かったって言うけど、結局また同じ問題を繰り返すということで、これ、余計疲れるんですね。なので、 対話、対話するのは確かに手間が取られるけれども、対話によって何か問題があったら解決できるんだっていうこと、その成功体験を積ませてあげるってこと、それを実感させてあげるってことがすごく大事で、そうすることで何か問題があってもそれを長引かせることなく、えー、スムーズに解決できるようになるから、結果、えー、手を抜けることになるということなんですよ。 なので、そのためにもねあの、対話によって解決するっていう姿勢を見せるであったり、その中でお互いが納得できるルールを決める、合意を作るってことですね。えー、ゲームの時間、でもスマホの時間でもいいし、テレビを見る時間でもいいし、何時に寝るとか、何時に起きるとか、そういうのでもいいし、ね、そういうのを、ちゃんとな,なぜそれが必要なのかって、ちゃんと子供が納得できるように説明することが必要ですよ。うん、その上でね、えー、低学年のうちからそれを習慣化させるってことも大事なんじゃないでしょうか。はい、次行きましょうか。 20分の7。何々すべきと考えない。これね、うんずっとずっと言ってる、緩める子育ての、あのー、根本的なことですね。緩める子育てっていうのは、こうしなければいけないっていう思い込みを緩めるっていう子育てなんですよ。そうすることで、親子における、えー、親子関係における安心感を育てていく。親も子も安心していて、お互い自然体で関われる。これが緩める子育てのゴールで、そのためには、自分の価値観が正しいんだと。 自分がこれをこうやったら子供,あ子供がね、こうなったら幸せになるって、その自分の中の考え、価値観、それを子供に一方的に押し付けるんじゃなくて、もしかしたらその考え以外でもね、子供がやりたいって言ったことをやることでも、えー、親の意見とは違うけれども、それはそれで、えー、なんとかうまく育っていくんじゃないかと思えるようになること。これがね、緩める子育ての真髄ということなんで、えー、たった一つのこうあらねばに縛られると、結局親も子も苦しくなって、子供をレールに乗っけようとする。 ってなると子供も苦しくなる。ね、子供も縛られてしまって、本来の力が発揮できなくなる。ということだから、自分の中でまるすべきって考えていることがあるんだったら、それを緩めるってことが大事ですね。で、そのためにも、まずは自分の中にどんなすべき、どんな何々しなければいけないがあるのか、それをちゃんと見つけることが大事なんですよ。これ見つけ方っていうのはね、これまで YouTube でも話してきましたけど、まあ、とにかくイライラしているときっていうのがいいですね。自分がイライラしているときっていうのは何らかのルールがあるときなんですよ。 勉強していないっていうことにイライラしてたら、勉強するべきっていう意見あのルールがあるよね。であったり、えー、片付けしてないときにイライラしたら、片付けすべきっていうルールがあるんですよ。ねえー、なので、そういうふうに、えー、自分がイライラしたときに、どんなルールであったり、どんなすべきがあるのかなっていうのを見つけていくといいんじゃないかなと思います。それをどうやって緩めるのかっていうのは、概要欄に、緩める子育ての本でがっつり解説しているので、そちらを手に取っていただけたら嬉しいです。YouTube でもね、解説してます。はい、20分の8。 育児日記を1行で済ます、うん、これはね、ある保護者さんからのアイディアで、ちょっと僕はね、詳しくは分かんないです,すいません。で、育児日記ってね、まあ、あの、かかりつけの病院がある方は、なんだろう、育児日記の付け方について指示を受ける場合も多いみたいじゃないですか。ね、何時に寝てとか、どれぐらいご飯食べてとかね、えー、おしっことかうんちの回数とか、授乳料とかの回数、離乳食の内容などね、書き留めることもあると思うんだけど、これをね、 まあいつまでやるのかっていうことと、どれぐらいやるのかってことじゃないですか。これが負担になってしまっていることもあるわけでしょ。まあ、多くの方に聞くと、1歳前後までやられている方でが、やっぱり9割ぐらいいるということで、その後もずっと続けている方も結構多いみたいで。で、これが負担になって時間とエネルギーが奪われてしまうこともあるでしょ。確かにこれはメリットもあると思うんですよ。ね。付、えー、け方次第では病院などのね、医療機関に、えー、でも役立つと。受診するときに役立つというメリットもあるし、ね。 なんだか思い出にもなるよね。あの時はこうだったけど、えーね、今こんなことができるようになったとか、成長記録にもなるし、まあ、とにかくメリットはあるんだけども、負担になりすぎるとしんどいよねっていうことだから、だからここで書いてます。育児日記を1行で済ますってことね。1行。まあ、2、3行でもいいと思います。 ほんの一言日記のような感じでね、気になったこととか、気になった時にだけ書き留めておくようなイメージでね、やっていくのもいいんじゃないかなと。まあ、ス,モスマートフォンのアプリを活用して、必要なことだけをメモするっていうのもおすすめです。まあ、書くことが手間なケースもあるでしょ。なので、ちょっとぼーっとしてる時にね、さっとこう出,す出してね、書けるぐらいな感じでもいいと思うんですよ。まあ、形式っていうのはどんな形でもいいと思うし、まあ、それを続けるか続けないのかっていうのも、まあ、別に書くご家庭によってね、必要だなと思ったら続けたらいいし、でもなんとなくそれをしなければいけない。 っっって思っててて思るるんだったら本当にそれれれをししなななけけばいいいかもしれないいいのののかかう改め考えみもも別に毎日書かなくても OK やし、細かく書かなくても OK。まあ、自分なりのやり方で無理なく続けていくのがいいんじゃないでしょうかというようなことをお話しされてた方がいて、あ確かにそうだなとで。他の親御さんも、あそうやなって <laughs>、丁寧にぎっちりぎっしり書いてたけど、いや,いやいや、別にそれ書かなくてもいいよねって。まあ、確かなに何か問題があった時とかね、えーなんかこう、記録しておきたいことは書いといたらいいけど、別に毎日つけ いなくてもいいよね。って言われてた方も多かったので、今回はそれを書いております。ということです。次行きましょうか？子育てで賢く手を抜く方法20分の9不得意なことは害虫するうん。これはね。もうあの人生においてもすあらゆる場面において言えることなんですけど、まあ自分は自分が得意なことで自分の力を発揮したらいいと思ってるんですね。僕はあの自分が苦手なことっていうのは誰かの得意なことなんで、その人の仕事を奪わないってことなんですよ。 であの苦手なことやってるときっていうのはものすごくストレスじゃないですか。ストレスやし、しそれに取り組んでるときってものすごくあのなんだろう効率が悪いでしょで。好きなことをやってたり得意なことやってたら同じ1時間でも苦手なことやってたら0.5しか学べへんけど、得意なことやったら3.5を学べたりするわけでしょ。 そ,それだったら自分は得意なことで活躍したらいいと思うんですよ。得意なことで子供と関わったらいいなと思うんですね。でもちろん,なんだろう、英語を教えてあげるママ友がいるとか、毎日絵本を読み聞かせている親がいるとか、キャッチボールしている親もいるとか、いろいろとあると思うんですよ。でもね、自分は英語も話せないし、絵本読むのもあんま好きじゃないし、キャッチボールも嫌やっていう状態のときにはね、無理してそれをしなくてもいいんじゃないかと。ね まああの一時保育とかね、託児所とかも利用して、そこで本を読んでもらうってこともそうだし、家庭教師を雇うのもそうでしょ、ありだろうし、その自分がキャッチボール苦手なんだったら、お兄ちゃんに頼むとかでもいいかもしれんし、パパに頼むとかでもいいかもしれんし、なんか全部自分でやろうとするんじゃなくて、自分は自分が得意なことで役に立てばいいと。うん、例えば自分が料理が得意なんだったら、料理を一緒に子供と作ってみるとかね、料理作りこそものすごくあの生きる力が高まるわけでしょ。 カレーライス作りたいんだけど、何がいるかなどういう工程がいいかなとかね、作る順番であったり、切る順番であったり、どんな材料が必要かないろいろと材料が必要だけど、じゃあ3000円以内に収めないといけないのよ。じゃあどうするって そういういお金のやりくりの話だったり、まあ、いわゆる、まあ、ど,ど,このどこから切り取っても子供を育てることができるんですよ。それが料理であれ、将棋であ,りあれ、なんか虫取りであれ、散歩であれ、どんなことでも。それなんだったら、あえて自分が苦手なことで子供を育てようってしなくても、自分は自分が得意なことで子供と関わり。英語はもう英会話、教室通ったらいいかもしれんし、なんかそういう、ね、あのスマートフォンのアプリとかでもいっぱいあるわけじゃないですか。 ね、今、あの、スタディサプリとかもあるし、えー、真剣ゼミ Z 回やら何やらかんやらでオンラインでね、学べるものもあるやろうし、そういうふうに外注していくっていうのも一つのアイディアなんじゃないか。自分が苦手なことも、これをやらさないといけないってことで、それをや,やる必要はないんだと。自分は自分が得意なことで、自分が興味があることの方があの、魂もエネルギーも乗っかるわけでしょ。うん。そっちの方が、僕はええかなと思ってます。だから、ね、子供に何々やってって言われても、あ、それやらんとか平気で言いますからね。絵本読,、ま、読んでって言ったら、あ、読まんって。 将棋やったらええでとか言いますからね、僕。<laughs> すいません。<laughs> 言うんですよ。うん。で、絵本、絵本、誰か得意な子いるって言って、あって言ったちちちょっと上のお姉ちゃんがね、私読めるって言って、あ、じゃあちょっと読んであげてよ、みたいな感じでね、自分ができない時に助けを求めたら、ね、助けを求めたらその子がやってくれるしで、その子に任せるってことで、その子との信頼関係もできていくわけでしょ。そう。全部自分でやらなくても、誰かに頼ることで、その人との関係性も良くなるんですね。 だからこそ、不得意なことは害虫するっていうのは、僕はこれ結構人生の、うん、すごく大事な柱の一つにしてますね。で、自分は得意なことをひたすら磨いて、得意なことで役に立つ。自分が好きなことをとことん磨いていく。 そこで役に立てばいいと思ってる。うん、確かに私たちはね、お金を稼がなあかお金を稼がなあといけないから、誰かの困ってることを解決しないといけない。ただ好きなことをやってるだけじゃなくて、それが誰かの困ったことであり、役に立つこと、役に立つこと、役に立つようなことでなければ、報酬がもらえないってことじゃないですか。ね。だからこそ、ね、もちろんそうやって、あのー、あれも、 子供,が子供にもね、えー、今の間に英語勉強させ、勉強してくださいねとかね、ね、えー、こんなことやった方がいいよって、あれもやった方がいいよ、将来困らないようにって気持ちが湧いてくると思います。湧いてくると思うんだけれども、結局一つのことを突き詰めたらね、結局そうやってどこの道にも繋がっていくと思います。これは非認知能力の話は特にですよ。非認知能力っていうのは、自己肯定感であったり、コミュニケーションであったり、やり抜く力であったり、失敗から学ぶ力です。 ね、直接的にねなんだろうダ,ンゴムシをダンゴムシを研究するとかダンゴムシを調べるっていうのは誰かの役に立てるかどうか分からへんでもダンゴムシのことを調べるその過程においてね、えー、考える力であったり調べる力であったり分析する力であったりそれを誰かに伝える力であったりもうありとあらゆる、あのー、どの仕事の領域にも使える非認知能力が学べるんですね。ねなのでもちろんね あのー、将来に役に立つことを私が教えないといけないって気持ちは分かるんだけど別に役に立つか役に立たないかとか気にしなくても自分が好きなことを子供と一緒にやってあげるってことでも十分小学生の間に必要な非認知能力を高めることはできるんじゃないかなと思ってますだからあえて不得意なところから子供と関わらなくても自分が得意なこと好きなこと向いていることで子供と関わればそれで子供の生きる力を育っていく,いくからそれでええんちゃうって思いますそれが手を抜く方法になるんじゃないかなと で嫌いだったら嫌い。苦手だったら苦手。興味だったら興味ないっていうことも、時には大事なんじゃないかなと思います。うん。しっかり脳を伝えるってことも大事ですね。あなたのことは別に嫌いじゃないけれども、絵本は嫌いやねん。こういうことでしょうん。絵本、絵本嫌いっていうことで、あなたのことが嫌いだってメッセージにはならないんですよ。あなたのことは大好きで一緒に遊んであげたいんだけれども、絵本嫌いやねん。ってちゃんと正直に伝えたらいいじゃないですか。ね。はい。ということで、9ですね。 じゃあ次は20分の10でしょうか。子供が泣いても慌てない。うーん、ここ難しいですよね。やっぱりちっちゃい頃は泣き声に対してすぐに反応しないと子供の命に関わることだったから、もう何を差し置いても走って駆けつけて、お世話をしなくてはとか、泣きやま,な泣きやませなければと、プレッシャーに感じることはあったかもしれません。焦ってしまって、ねえー、抱っこで、慌てて抱っこであしてあやすというままも多いんじゃないでしょうか。 でも今はどうでしょう、まあ、今,今は赤ちゃんという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ね、赤ちゃんであったとしてもね、日中で安全が確保されている状態であったら、多少の時間なら問題ないんじゃないでしょうか。そういう親御さんが多かったです。いろんな、ねえー、ママに聞いてみたんですけどもで、それに安全が確保されている状態であれば、ね、赤ちゃんが泣きましたと。今行くからね、とか、少し待っててね、ってわ、うん、かってるよ、って悲しいのかな、って声だけかけてる。かけて。 声だけかけて慌てずに赤ちゃんの元へ行って優しく抱っこしてあげればいいんじゃないかなともう赤ちゃんが泣いたらもうすぐに行くじゃなくてちゃんと安全な格好されてるんだったらそれでもいいんじゃないかなっていう声も多かったですで赤ちゃんじゃないケースもう3歳とか6歳とか、まあ、小学生になってね泣いている でその泣いていることに対して、まあ、無視するってことではなくてね、泣いているっていう気持ちにはイエス、ちゃんと共感はするんですけども、するんですけども、なんか私が全部対応しないといけない、なんか泣いている理由を聞き出して、それを解決しないといけない、とまでは思わなくていいですよね。でもしっかり泣いてるってこと、悲しいのかな。 ね、腹が立ってるのかな、嫌なのかなとか、ちゃんと気持ちには共感してあげて、言語化してあげて、寄り添ってあげることは大事だと思います。できる範囲でね。もう他にやらないといけないこともあると思うので、できる範囲でそれは大事だけど、何が何でも全部、子供の問題、子供が泣いている理由、原因を聞き出して、それを親が解決しないといけないということではないと思う。うん、ないと思うので、しっかりと気持ちにイエスで、要求にはノーであったり、問題解決に対しては子供が解決する。 子供に解決させるっていうスタンスでいいんじゃないかなと。ただ子供がパニック状態で自分にはどうしようもないけで、本当に助けを求めていて、それは本当に子供にはどうしようもないことなんであればね、もちろんそこに対してはあの介入してあげる。問題解決のために動いてあげるってことも大事だと思います。でもそれが子供ができることであったり、子供の課題、本来は子供がやらないといけないことである,あるようなことであれば、それは気持ちには共感しつつ、 行動面にはしっかりと脳を突きつけることも時には必要かなと思います。はい。はーい、半分いきましたね。まあ、こんな感じでね、残り半分やっていきましょうか。えー、まゆ、あ、るく聞いてください。 今日はね、えー、子育てで賢く手を抜く方法を厳選して20個紹介してるという感じでございます。で、なんかね、他にもこんな方法良かったよとか、こんな方法あるでっていうのがあればね、後でコメント欄にも入れといてください。それも見て僕も勉強になるし、コメントを見てくださった方もね、コメントでね、なんかこんな方法あるんやってね、参考になると思いますので、ぜひお願いしますということです。それでは行きましょうか。20分の11、一時保育で自分の時間を確保する。うん。 これね、託児所でもいいし、一時保育っていう形でね、なんかそういうふうに自分の時間を確保する。これはね、あの、2のね、やらないことリスクを作るというところでも言いましたけど、やっぱり自分の時間っていう、があるかないかで、自分の状態っていうのが大きく左右されると。ね、時には子供を預けて、子育てから離れてね、自分がやりたいことを、やりたいこともあるじゃないですか。 えー、一つ、隣の駅に行って文房具屋さんに行ってみるとか、なんかちょっとおしゃれなカフェに入ってみるとか、もともとランチするとかね、そういうことも含めてね、えー、自分が楽しむために子供を預けてはいけないとか、ね、自分だけ楽しんでいてはいけないではなくてね、自分が楽しむこと、自分が、自分のこのストレスを発散することは、子供にも大きく影響するってちゃんと自覚を持って、そうじゃないですか。親が疲れていて、親がしんどくていっぱいいっぱいな状態だったら、子供も安心できないわけでしょ。 なので、子供のためにも、しっかり休むこと、自分の中にあるストレスを発散すること、ストレスをため込まないようなライフスタイルを作ること、すごく大事だと思うんですね。で今、その状態でストレスがたまるんであれば、ストレスを発散するってことも大事だし、そもそもストレスがたまらないような子供との関わり方であったり、たまらないようなスケジュール。 を組むで自分が仕事が多いんだったら誰かに助けを求めるってことねこういうことも含めてなかなかそこはね家庭の事情によってどこまで助けてくれるかとか単身赴任されている方もいるし共働きのご家庭もあるしなかなか難しいとは思うんですけどもとはいえできないものはできないっていうふうにちゃんとー、NO、を言うことも大事だと思いますし、あのーね、助けを求めるまあ,あの旦那さんもねパートナーも頑張って仕事頑張って えー、しんどいっていうのはわかる。だから私が頑張ったらすべてが悪く収まるんだと、そういうような考えが出てくることもあると思うんだけども、やっぱりね、お母さんが笑顔であること以上に、僕は大事なことはないと思ってるんですね、子育てにおいてねで。笑顔っていうのはただ無理して笑うってことじゃなくて、心から笑えるような生き方を作っていく。 そして心から笑えるような子供との関わりを見つけていく。これがね、すごく僕は大事だと思ってるので、無理をしているなと思ったら、その関わり方であったり生き方をちょっと点検するってことがね、あの点検することをおすすめしていますと。で無理をするんじゃなくて、無理をせずに、お互いが、 我慢せず、犠牲にならないような子供との関わり方を見つけていく。それは手助けを求める、外注するとかね、えー、パートナーにちょっとこう、えー、お願いするとかいうこと、お願いっていうこともないんですよね。もともと家事も育児も、なんで母親の側にそんなに負担がいってるんやっていうところがね、お願いじゃなくて、そもそもこれは我々2人の課題なんだと、ミッションなんだといろんな気持ちもあると思うんだけども、とにかく自分だけ休んではいけないではなくてね、自分が休むことで子供も、 良くなるし、家族のためにもいいんだと、そういう発想の中で、積極的に自分の時間を確保するってことはおすすめしてます。はい。20分の12。子供ができることを増やす。うん、これ単純にね、楽になりますよね。靴ひもにしても、そうだし、朝の準備にしても,箸のも、箸をちゃんと持つとか、鉛筆で、ね、文字を書くとかね、えー、なんだろう、タブレットの使い方を教えるとか、そういうことも含めてね、子供ができることを増やしていく。うん。で、おかちよくやるのは、これ、 このお子さんに合うか分からへんけど、使い、なんだろうな、あの、やり方っていうのも動画で撮ったり、付箋とかで書いとくんですね、ステップ1から5みたいな。 書いいててそれを置いておくんですよ例えば、それが、えー、タブレットの使い方とかね、うちも英会話スクールでタブレットとか使ってるんですけど、それをどうやって立ち上げて、ど,ど,どこに行って、どういうふうにログインして、パスワード入れてとかい、いろいろと工程があるわけで、そういうのをねあの、ステップとして紙に書いておいて、それを貼っておけば、こっちが説明しなくても、そのステップを見ながら子供ができるわけじゃないですか。なので、一度何か説明をしたら、 それを二度と説明しないようにするにはどうしたらいいのかっていう発想で考えるんですよ。そうすれば仕事がなくなっていくんですね。教えて教えてっていうたびにただ教えていたら毎回教えていかなか。だから仕事が減らないんですよ。だけど何か教えてって言われた時その時教えるけどこの,この教えてって言われるこの作業をなくすにはどうしたらいいかってちょっと立ち止まって考えるんですよ。でそのために付箋でステップ1から5まで書いておくとかね、えー、もう動画でなんだろうな、靴紐の結び方っていう動画っていうのをね、えー、撮って。 子どもの目で撮って、分からなかったらここに動画あるから、これ見といてねって言うとかね。でそういうふうに、ある程度大きくなればなるほど、そういうこともできやすくなってくると思います。ちっちゃいうちはね、何かと手がかかるのはわかるんですけども、ね、えー、会話ができるようになったり、ある程度ね、年齢に応じて、そういうふうに一度説明したことを二度と説明しなくていいような仕組みを作っていく。うん これがあ漢字がわからないときは漢字時点で調べるとか、植物のことわからないときはここで調べるみたいな、どうやって調べるのかとか、どうやってわ、えー、からないことを分かるようにするのか、そう調べ方を教えるとかね、そういうことをすれば、教えて教えて、なんでなんでこうなってるのってなったときに、自分で調べられるよね。そう、調べられるってことは、その分、えー、自分の、えー、ママの時間が確保されるってことです。ママだけに限らないですよ。子育てをされているパパも含めてね。はい、なので、 ママがやってしまう親がやってしまうだけじゃなくて子供ができることを一つ一つ増やしていくで,できたなと思ったらそれ完全にできてなくてもそれを取り組むという姿勢も、ね、含めて認めてあげるあ今日も頑張ってるね,って,ねっていうとかね、えー、あこれできるようになったんだみたいな形でちゃんと承認して褒めてあげるとますます子供は、ね、あできることを増やしたいと思うわけじゃないですかそういうようなプロセスをしっかり関わっていくってことも大事ですねはい次20分の13 面倒なことは習慣化する。うーん、これね、あのー、面倒なことあるわけでしょ <laughs> あるわけじゃないですか。あのー、ね、もちろんね、外注するとか、誰かに頼むとか、ね、やるんだけども、その中でもやっぱり自分がやらないといけないこともあるわけでしょ全部削れないこと、やらないことリストをっ作っていろいろと削った。でも、ね、やっぱりこうやらなければいけないこともあるわけじゃないですか。自分がや,やりたくないことでも。その時にそれを習慣化するってこと、ため込まずに毎日決まった時間にやるとか、例えば公園で遊びたくないなと思っていてもね、まあ、 ね、公園で遊ばせるのも大事だなっていう考えもある。で、だ誰かに頼むこともできない。じゃあ、いつするのかって言って、じゃあ,、まああの、買い物をした後、買い物をした後の10分間、えー、日が沈むまで10分間や遊ぶとかね。そういう風に、えー、何々かをした後に〇〇をするという、イフゼンプランニングとも言うんですけども、普段やってること。 やってることの後にくっつけるであったり、前にくっつけるとかしながらね、えやると自然に面倒なことも実践できるんじゃないかなって思います。そうですね。習慣化すれば意識せずにエネルギーを使わずにスッとできるんですよ。スッとできる。あと溜め込まない。溜め込んだらね、それが面倒やし嫌いやし多いってなるともうストレスが半端ないでしょ。なので、ちょっとずつやっていくっていうことですね。ちょっとずつやっていくっていうことですね。 まあ簡単に言うけどって、いろいろとあると思うんですけどね、反論することはね。とにかく、習慣化したら楽になるんですよ。努力しててもそれを努力と思わなくなる。ね。なので、嫌、えー、や,やなと思うことは習慣化する。そうすれば、手を抜くというか、えー、楽に、楽に子供と関われるようになります。それはね、子育てだけじゃなくて家事、家事のことのが多いですね、どっちかと言ったらね。家事のことね。はい、逃れないうもう掃除とかね。 まあこうサボればサボるほどどんどん汚れがこ,ぼりこびりついていくわけでしょ後で手痛いつけを支払うことになるということなので、そういう家事のことも含めて、えー、習慣化するということ。小刻みに、まあ、ちょっとずつやっていくってことですね、毎日ね。はい。14。疲れたら休息を取る。まあこれ散々言ってきましたけど、あのー、まだ頑張れるとか、私が頑張れば丸く収まるとか、なんだろう。 えー、まだ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 頑張れる、まだ大丈夫とか、なんかそういうふうに自分に言い聞かせてしまっているときっていうのはもうこれ限界のサインなんですね。まだ大丈夫とか、もう一息とか、もっと頑張れるとか、私が頑張らないと誰がやるみたいな言葉が出てきたときっていうのはもうこれ限界のサインなので、あの基本的に休息っていうのは限界の来る だいぶ前に休むってこと。元気な時に休むっていうのがこれ鉄則なんですねあ。あ山登りと一緒で、山登りもね、限界まで行って休,む休んでったら、その限界になった時に休める場所がないこともあるんですよ。すごい上り坂であったり、すごい危ない道であったりすると、そこであの止まれないわけじゃないですか。一方通行だとそこで止まってるとね、通行人にも迷惑やし。なので 休める時に休むっていうのがもうこれ鉄則なんですよ。まあ人生って山登りみたいなもんじゃないですか。<laughs> なので何が起こるかわからない。特に子育てとかね、しているとね、そういう状況の中でしんどくなったらいや、しんどくなって限界になったら休むっていうのが、限界になった時に休めるかどうかわからないんですよ。子供は風邪ひいてるかもしれんしね。えー、なんか学校で問題起こした。来てくださいって言われるかもしれんしでそうな、そうなってから休むんじゃなくて、 休めるときに休む。うん、まあ、ここには疲れたら休息を取るって書いてるんだけど、もっと言えばね、休めるときに休むんですよ。休めると、それは体だけじゃないですよ。心と体の両方のバランスを見て、体は元気やけど、心がしんどいって、心がしんどいって分かるでしょなんか、どんより重いやつ。 うん、な,んかなんか機嫌が悪いであったり、なんかあの、いつもやってることをやりたいと思えないであったり、やる気がないとか、意欲がないとか、そういうことですね、わかりやすく言えばね。そういう心の状態であったり、まあ、体の状態は、体がだるいとか、頭が痛いとか、お腹が痛いとかね、そういうことも、ね、含めて、えーまあ、そういうふうな状態にならないように、ならないように、とにかく、あれやな、休めるときに休む。 はい。これがすごく大事なんじゃないかなと思います。で、なぜか,かというと、無理してしまうと、心と体を壊してしまうから。で、えー、車と一緒で、やっぱ壊れてしまうと、元通りにするのに、ものすごく時間かかるんですね。うん。ものすごく時間かかるし、しんどいんですね。で、その時何もできないわけじゃないですか。壊れてしまったらね。なので、壊れる前に休むということ。で、いつ休めるか分かんない状態なんで、休める時に休むということをおすすめしています。はい。 子育てで賢く手を抜く方法、20分の16、あ、15。 自分に合う育児スタイルを決める。うーん、これね、すごく大事やね。てか全部大事なんだけど。あのー、やっぱ親友とかね、ママ友とかね、自分の親からね、こうした方がいいよ、ああした方がいいよってね、英会話を生かした方がいいんちゃうって、スポーツやらした方がいいんじゃないいや、学校いつまで休ませてるのとか、なんかいろんなアドバイスとか助言とかくれるわけでしょもちろんそれは困らそうと思って言ってるわけじゃなくて、ね、えー、本当にあなたのためにっていう思いで言ってるとは思うんですけども、そういうことを聞きすぎるとしんどいわ わけじゃないですかでねそういう手本や意見にとらわれてしまってで他のママ友と,と比べてしまってしんどくなるということもあると思うので大事なことは自分の中にしっかり軸をつくってことですね。ずっと言ってる通り、えー、自分が納得できる子供との関わり方。 ま、どんな構想を当てたいのか、そのためにはどんな力が必要であり、日々どういう関わりが必要なのか、そういうことを言語化して、ちゃんとマッピングして、これ緩める子育てにもね、そこ,そこら辺書いてます。ビジョンツリーを作ろうってことね。自分の子育ての哲学を言語化する、えー、ロードマップを作り。 その中でえ、じゃあ今この場合はこれがだ、これを大事にしようって優先順位をつけながらね、子供と関わっていくってことがすごく大事じゃないかなと。自分の中で軸が明確になって、どう関わればいいのか、どう関わっていくのかっていうのが、ちゃんと言語化されていると、ママ友から、 自分の親とか義理の親から何か言われたとしてもそれを一つの意見として、えー、心を穏やかな状態でね、えー、取り入れることができるしあこれ自分に必要ないなと思ったらそれは意見として取っておいて,お,おいてありがとうとは伝えるけど自分は自分のやり方をするってことができるわけで、ね。 なので、ちゃんと自分の軸を作っていくってことは、これ長い目で見て、あのー、すごく大事なこと、えー。人の意見に振り回されずに済むということでね、賢く手を抜く方法としては、やっぱそういうふうに自分の育児スタイル、関わり方を明確にするってことは大事なんじゃないでしょうか。はい。じゃあちょっとね、小豆茶、黒小豆茶ちゃうわ、うは黒豆茶を飲みたいと思います。はい、最近ね、あのー、コーラとか炭酸水とか、 冷水とかをやめて、黒豆茶を飲んでます。でね、あのー、以前は、ってか、ま、つい1週間ぐらい前まではね、僕はね、ほぼ冷水だったんですよ。冷たい水。氷水です。冷水ってか、氷水あのー、マグカップに氷パンパンに入れて、水をパンパンに入れて、それを1日12杯ぐらい飲んでました。400ml×12 杯だから5リットルぐらい飲んでたんですよ。で、まあ、水だけやったら飽きるから、まあ、コーラとか炭酸水とかもね、間に入れながら飲んでたんだけど、やっぱ寒いでしょ。 驚くほど寒いですよ今年、2023年はね、驚くほど寒いんですよ、あの夏が長くて、秋がもう1日2日で、もう冬、もういきなり冬ですよ、今、はい、寒すぎるんですよ、そうなった時にそに冷水とか氷水はね、ちょっと飲む気しなくて、さすがのおかっちちゃんでも、なので、ゆうかちゃんに教えてもらって、黒豆茶とかあの、ティーライフを始めてます。 これがね、とても豊かで、とてもいいです。はい。何でもっと始めへんか早く始めへんかったかなと思うぐらい、すごくね、あのー、味わい深くて、ストレスもなくリラックスできるし、味もね、お茶ごとに違うわけじゃないですか。あの、黒豆茶と小豆茶とドクダミ茶3種類あるんですけどね。えー、それぞれこの 1, 1日、大体3杯ずつぐらいかな、飲んで、えー、楽しませていただいてますよ。はい。しっかり休息をとってますよ。はい。ということで、いきましょうか。20分の16かな。 合ってる16かな。子供が得意なことでお手伝いを頼む、うん。これは子供ができることを増やすにも近いんだけど子供にも向いてることと向いてないことがあるね。うん、で子供が得意なことで家の中で何らかの役割を,もたら役割をつけるということ。 例えば、えー、洗うのが好きなんだったらお風呂洗い大臣に任命したり、えー、片付けがとか整理整頓が好きなんだったら、えー、自分の部屋とかリビングの片付け大臣に任命したりかとにかく家の仕事家事とかは全員でやらなければいけないってことこれは母親父親親の仕事じゃないんだと私たち全員のミッションなんだと全員が居心地よく過ごすために私は料理を作るし料理の買い物はする。 じゃあ掃除は誰がするお風呂は誰がするちゃんと役割を分担させるってことすごく大事かな。これは定額の値のうちから早い段階から家事は親がするものではなくて家事とか家のことは全員がするものだっていうような位置づけをちゃんと位置づけっていうかそういうふうに子供に教え込んでいくということが大事なんじゃないかなと思います。早い段階からねそういうふうにあの家事は 親がするものじゃなくて全員がするものなんだって思っていればね、えー、じゃあ私が何がする、私が何ができるのかなって考えるようになるし、自分が得意なことでね、じゃあこんなことできるのかな、あんなことできるのかなって提案してくれるかもしれん。で プラス、子供が得意なことを見つけたら、あ、じゃああなたは、えー、こうやってね、買い物したものを冷蔵庫に入れるのは得意だから、これちょっと入れといてくれるとか、畳むの得意だから、洗濯物を畳むのをお願いしていいかなとか、ね、私はじゃあ洗濯物をこう干すのをやるわ、とかね、そういうふうに役割分担しながらね、えー、賢く手を抜けるんじゃないかなと。 でやっぱその家事をするっていうこともね、家の中で何らかの役割を持つっていうこともすごく大事なことでありでその家の中でえ自分がこういうふうにやっていること自分の片付けであったり何例えばキュウリを切ったっていうことによってねえ、家族全員が喜んでくれたと、そういう経験をすればあなんか、ね、あの人の役に立つ喜びっていうことも味わえるわけでしょそれが子どもの得意なことであれば自信を持てるわけで。 なので、えー、割と低学年のうちに家事は全員でやるものなんだということを教えながらね子供が,が得意なことを、えー、見つけたらそれが得意なことが発揮できる役割を任せるということ、ね、そういうことも大事なんじゃないかなと思います。ははい、えー、っと20分のののおももちゃの片付けは1日の最後にする、うん、これもねママ友から おかママちゃんママ友っていうか、えーとねあのー、インスタグラムのライブやったかなあるお母さんから教えてもらったことなんですけども、うん、これは A ですよね。 うーんなんだろうな、あのレゴのブロックがあったら、その都度その都度ね、えー、なんかあったら、おもちゃがあったら、その都度その都度直してたのを、そうするとね、いつまでたっても終わらないんですよ。終わらないから、えー、おもちゃの片付けは、1日の最後、もしくはその方はね、確か夕ご飯の前にするっていうふうに言ってましたね。7時に夕ご飯なんだったら、6時50分にクリーンナップの、ね、音楽を流す,流すんですよ。クリーンナップ、クリーンナップ、エブリバディ、セイクリーンナップ、クリーンナップ。 Put your away. ちょっと英語めちゃくちゃですけど <laughs> なんかこういう歌があるんですよあの YouTube で出てくるんじゃないかなスーパーシンプルソングスで。 クリーンナップソングって言ったら出てくるんですけど、この音楽を流すようにしてるみたいです。で、その音楽が流れてたら、もう今出してるおもちゃとかは全部片付けて、もうその音楽が鳴ってる間、まあ1分49秒、これ1分49秒難しいから、まあ10分ぐらい確か流してるって言ってました。これをリピートね。六、えー、6時50分から7時までの10分の間で、これを、えー、片付けるっていう、そういう時間にしてみます。あの、ホタルの、 ホタルの光あるじゃないですか。ああいうイメージですね。ホタルの光が鳴ったら、あそろそろ帰らなあかんのかな。そろそろ今やってることやめなあかんのかなって。そういう一つのサインになるわけでしょ。そんな感じで、6時50分だったら BGM を流す。そして、その時間、それからはあのおもちゃの片付けは子供に、基本的には子供にさせる。で片付けが最初ね、どこに何を直したらいいかがわからないって子もいるので、そういうケースは一緒に片付ける。 で、そうならないようにね、なんかね、あの、いっぱいいろんな場所に直すと大変だから、おもちゃはもうこのでっかいおもちゃボックスに入れるみたいなことにしとけばね、とにかくそこに全部入れてるわけでしょでそういうふうにされてる方もいました。まあ、片付けの方法っていうのはいろんなね、工夫もあると思うので、まあ、また今度ね、じっくり解説したいと思いますけども、とにかく、えー、か散らかってるなって思うたんびにね、それをね、直していると大変なので、えーえー、っと、片付けは、 一日の最後にするもしくは晩ご飯の前にするっていうのは結構おすすめですはい結構頑張ってるねちょっとね喉が喉がねあのー、ガシガシ言うて,言うてるから <laughs> ガシガシ言うてるからちょっとね水分取りながらやっていきたいと思いますあと何個や ?3 つか18いき,いきましょうか20分の18子供に自由スペースを与えるということで、ね、自由スペースね あのー、そこれ、いいっすよね <laughs>、いいっすよねっていうのは、まあ、このスペースやったら、もう何してもいいよってスペースをもう作っておくんですね。リビングの中でも,も、ここのスペース、まあ、畳、畳みたいなのね、買ってね、まあ、マットでもいいじゃないですか、ここのスペースはもう何してもいいよというスペース、もう作っておいて、もうそのスペースだけで遊ばせるってこと。 で、そうなればね、スペース決めてなかったら、いろんなとこにおもちゃ、ばんばん置いていくわけでしょおもちゃでやったりなんかしなきゃのネジが落ちてたりするわけじゃないですか。絵本置いてたり、ゲーム置いてたりね。ねするわけでしょなので、もう子供が遊べるスペースっていうの、プレイスペースでもいいんかななんかそういうのを決めておくっていうのもいいですよね。決めておいて、できればそこから出ないようにする。 難しいよね、出ないようにするの難しいけども、ここなら自由にしていいよってスペース、そこが魅力的やったら、自然にね、そこにとどまると思うんですよ。で、そこで自由に遊ぶわけでしょ。そうなれば、まあ、そこはもう少々汚くなっててもね、まあ、ケーっていうラインだから、うん、こっちがなんか片付けしなあかんとか、えー、汚したらあかんっていう、そういう心配しなくていい済むわけでしょ。余計な仕事が増えないわけじゃないですか。 なので、そういうふうに子供が自由にできるスペースを作るっていうことはすごく大事じゃないかな。で、これが子供部屋にするかどうかっていうのはちょっとこう考えないといけないところかなというのもあって、やっぱその子供部屋が散らかっていたらあの、勉強しなくなるっていうのもあるわけじゃないですか。散らかってた部屋だったら勉強しないっていうのもあるわけでしょ。もちろんあの、ご家庭によってはリビングで勉強させてるっていう家庭もあ,るありますけれども、 ねえー、自分の部屋で勉強するっていう風にね、ことを習慣化させたいのであれば、部屋が整っているってことがものすごく大事ですね、大事なので、まあ、これは丸1で言ったら、ものを少なくするってことがものすごく大事なんですけど、ものが多かったらやっぱり散らかるんで、ものが少なかったら散らかりようがないじゃないですか。 散らかりようがね、うん、物がな少なかったらね。なので、最低限のものしか買わないってことも含めて、えー、部屋を整えるってこともすごく大事なんだけど、えー、か子供に自由スペースを与えるってところに戻していくと、それをどこに作るのかっていうのはちょっと相談しながらねで。子供がどこで勉強するのかっていうのは、遊ぶ場所と勉強する場所を分けた方がいいよね。分けた方がいいので、だから、遊ぶ場所を子供部屋にしてだいて、えーだろう、勉強部屋場所をリビングにするっていうのも一つのアイデアだし、リビングの中で、 プレイスペースを作っておいて、えー親の、親の目が届く範囲でね、届くところに作っておいて、そこは自由にしていいよってしつつ、べえー、リビングのここの机で、えー、ダイニングテーブルで勉強させるっていうのもいいやろうし、とにかく自由スペースと勉強の場所っていうのをちょっと分けた方がいいかもしれないな、今話しながら思いました。はい、19、21時以降は、ママ業をお休みにすると宣言、もう最初から宣言するんですよ。 もうそれ以上は残業しませんよということですよもう。もう残業しません宣言ですよね、それ以降は。もう21時じゃなくても8時でもいいと思います。まあ各ご家庭の事情によってね、習い事の送迎とかもあるので、なんとも言えないけど、うちのバスケット教室7時半までやってて、で、子供あちゃう7時半じゃ8時半までやってたか。高学年、ね。8時半でやって、まあみんな残るから9時までやって。 家帰って9時半でってなってくるとママ、まま行お休みするというのは宣言できないわけで、塾に行かれてる方であったり、各ご家庭によってね、それぞれ事情は違うと思いますけども、とにかくもう決めておくんですよ。もう何曜日かもでもいいかも。水曜日はもう6時以降はしないとかね。で、それ以外の日は9時以降はしないとか、その曜日によって何時以降っていうのは決めておいてもいいかも。それをもう子供に宣言してもいいし、なんか貼っておいてもいいかも。わかるようにね。 あ、で、あ、今日月曜日で、あ、9時もう過ぎてるから、あ、絵本読んでほしかったけど、今日はあかんねや。ママ行はいつ開業するのかな。あ、火曜日は6時半から開業してる。じゃあ、朝早く起きて、ママに早く読んでも、早く,早くママに呼んでもらおうみたいな感じで、その時間を見ながらね、えー、子供は考えるわけでしょ。ママ行は何時か何時までやってるのかなって見ながらね。で、ちゃんとそのことこ、断るときにも、あ、今9時以降だから、ママ行お休みだよね。 って言えるわけじゃないですか明日の何時以降やったらできるからねみたいな感じでねそこが毅然とした態度でしっかり脳を伝えるっていうのも大事ですよねそうしないともう24時間休みなしくやってたらもう潰れちゃうんですよもうストレスが溜まってしまってね心も体も苦しくなっていくのね子供のためにあれやってあげてこれやってあげて気持ちはわかるけど時間を決めて時間の範囲内でやるってことがおすすめですそれは長いく長,長く続けていくってことを考えたらね もちろんいろいろとやってあげたいのは分かるけれども、ね、できることをやってあげたい。でも、そのできることをやってあげたいっていうのも、自分の体を守ること、自分の状態を整えることが、やっぱ僕,僕は、子育てにおいて、まずそこは大前提として大事だと思うので、そこがない状態であれもやってあげたいってなってしまうと、やっぱり、あのー、無理をしている状態だから、子供にも伝わるわけじゃないですか。で、ピリピリしてしまうと、子供の心も不安定になるし、だからピリピリしないように、自分の心にゆとりを作る、ゆとりを作るためには、時間を確保する。 時間を確保するために、えー、何時から何時以降はしないって決める。宣言する。子供が分かるように貼っておくということ。これ、ええー、よね。ぜひちょっとやってみてください。それでは最後です。子育てで賢く手を抜く方法20。完璧ママを目指さないということ。まあ、これ、一言に尽きると思うんです。ね、やっぱ完璧ママっていうのはやっぱりね、えー、子供のためにだと思うんですよ。 子供が将来困らないように、子供が寂しい思いしないように、子供が泣いてたら駆けつけて、絵本読んでって言ったら絵本読んであげて、遊んでって言ったら遊ん,遊,遊んであげてね、もっと公園で遊びたいって言ったら、あと30分よって決めていた時間を延長してね、えー、子供のために、えー、自分を犠牲にして、自分の命を削って、えー、向き合われている方だと思うんですね。完璧ママなほど。 頑張りすすぎているんで,すでもちろんそうやって子どものためを思うこと子どもを幸せに、ね、してあげたいとそういうふうに願う気持ちは何も悪いことじゃないただ自分を壊してまですることじゃないんですよ自分が壊れると子どもも壊れるんですそうなんですよ自分が壊れた状態で子どもの命守れないでしょそうですなのでまずは自分です 自分の状態を整える。自分がここまではできるってラインを決める。自分、ここからここまでッ OK で、ここからここまでノ、NO、ーっていう、ちゃんと境界線を決めてで、それは時間のことかもしれん。さっき言った時間の境界線だったらさっき言った9時以降はしないっていうのは、時間の境界線でしょ。で、絵本読んでっていうのは、絵本読むかどうか。そういうことも含めて、えー、ちゃんと自分の中でこれはするけど、これはしないってい境界線を決めてね。決めた状態で子供とできる範囲で関わっていくということ。 ね、あれもやってあげたい、これもやってあげたいってね、えー、完璧なママになってあげたいっていう気持ちはわかるんだけど、そもそも子供がそれを求めているかってことも大事じゃないですか。ね、子供ってね、頑張りすぎて余裕のない親よりも、いろいろ失敗しても気持ちに余裕のある親の方が嬉しい、そう思いません僕自身もそうですよ、完璧なお母さんになってほしいと思ってなかった。 それよりも、自分がやりたいことやって、ね、僕のことを生きがいにせずにね自分でじ、自分の人生を生きてほしいと思ってたからね、うん。僕に期待せんといてほしいって。期待してくれる気持ちはうれしい反面、プレッシャーでもあるからね、うん僕。僕が幸せになったら、あなたの幸せがママの幸せなんよっていうのも苦しかったから。じゃなくて、僕がどんな人生を生きようが、ママはママの人生を生きてって思ってたからね。 まあ各ご家庭何を望むかとにかく完璧ママを子供が望んでいるかどうかっていうことは点検した方がいいかも。完璧ママよりも少々うまくできなくても心に余裕があるママの方が子供の心を安心しませんか完璧であればあるほど子供,に期待が強子供への期待が強くなる。あれをしてほしい、これをしてほしいってね。なんで思い通り動かないのか。その都度イライラするし、で子供はその見えない草に縛られてしまう。 親の期待に縛られてしまうってことだからそれは苦しいわけでしょそれを考えた時にやっぱり心にゆとりがある親の方が子供も子供も安心するんじゃないかなって僕は思うんですよ。 だから他のまま見てね、えー、比べてしまって自分はあれできてないなこれできてないなとかいろいろと,ないろいろと不安に感じることであったり焦ってしまったり心配に思うことはあると思うんだけどあると思うんだけどできていないことを見せる方が子どもの心も安心するしあ自分も失敗してもええんだなって少々ミスしても 受け,受け入れてもらえるんだなってなるから、なるからね、なるから、えー、完璧なままを目指さない、自分の中にあるまるすべきを緩めていく、これ7番でも紹介したやつやね、それを緩めていくっていうこと、これおすすめです。それをね、自分の中にある〇、ま、〇しなければいけない、助けを求めてはいけないとか、分からないと言ってはいけないとか、頼み事を断っていけないとか、ね、子供を悲しませてはいけない、子供を困らせてはいけないとかね、そういう まるしてはいけないっていうものをしっかりと言葉にしてそれを一つ一つ緩められる範囲で緩めていくことが大事だと思います。で、そういうふうにね、自分の中にあるこうしなければいけないって思い込みを緩める本、えー、概要欄に載せてます。緩める子育て、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。それではまとめていきましょう。今日は、えー、子育てを頑張るお母さんお父さんに向けて 子育てで賢く手を抜く方法を厳選して20個紹介させていただきました。まあね、まあ、20個いろいろとありましたけども、とにかく無理をしないってことじゃないでしょうか。ね、他のままにできてるんだから自分,の自分もやらなきゃではなくて、他のままと自分は全然違うんですよ。状況がね。置かれてる状況が違うし、子供も違うわけじゃないですか。タイプも期日もね。違うんで、他の人と比べても仕方がない。だから自分ができることは、自分が でできる範囲の時間でその中で、できることを考えて実践していくことなんじゃないかなと。でその中で、やらないことリストを作って、まあ、やらなくていいことっていうのを決めていくことも大事だね。これをやらなくていいってことを決めていったり、まあ、SNS っていうの時間を、ね、削る機会だから、そういうのもちゃんと見直した上でね、しっかり時間と。 時間を確保して心のゆとりを作った状態で、えー、子供と関わっていくってことが大事なんじゃないかなって。で,できないことを諦めるってこと。子供にもね、あれやってほしい、これやってほしいってね、あると思います。で、今はね、それができないのは、なんだろう。ただ単純に、能力がないからのこともあるわけでしょ。能力がない子供に、なんでできないのって言っても仕方がないわけじゃないですか。ね。英語が話せない人にね、なんで英語を話せないのって言われても、すぐに話せるようにならないでしょ。言っても仕方がないんですよ。 それよりも今できないってことを認めた状態で、えー、できる範囲でできることを見つけていくってことがいいんじゃないかなって思います。 でやっぱりね、完璧ママを目指さない、何々すべきだって考えていると、そこに縛られていると、親も子も苦しくなっていくので、自分の中にあるまるすべきっていうのをね、えー、言語化してて、緩められるところは緩めていけたらいいんじゃないでしょうか。えー、ミスターオカチ、僕はね、あなたがあなたらしく子どもと関わって、子どもとの時間を楽しめるようになることを心の底から応援しています。 とまあこんな感じでね、えー、今日の配信は終わりですけども、なんかね、共感できるポイントがあれば、いいねとか高評価ボタンを押していただけたら大変励みになります。あとね 子育てで賢く手を抜く方法、こんな方法もありますぜっていうのがあれば、ぜひコメント欄に載っけてください。それも見ることでみんなもね、参考になると思います。で、僕自身も学びになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとね、短尺のラジオは毎日やってます。ボイシーっていうところでやってるので、おすすめの放送概要欄に載っけてます。公式 LINE もおすすめです。公式 LINE はね、えー、有料講義の動画26本を、えー、厳選して、ギュッギュッギュッとして、あのー、非公開動画なんですけど、それを配信してますので、 公式でもね、チェックしてみてみください。それを見ていただいたら自分が納得できる生き方とか子育てが見つかるそんなヒントになるんじゃないかなと思いますということで今日はこんな感じでしょうか I am a star, you are a star 自ら輝けば世界は輝くワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイはいやっぱ楽しいなこれやっていこう 毎日やっていこうかな。やっぱね、面白おかしく話していく力はね、めちゃくちゃ僕にとって必要なのでうん、まだまだレベルアップする必要があります。ただこれはね、絶対必要だと思ってるんで、やっていきたいと思います。